俺そういうのはタイミング悪いよ。球場入った瞬間に王監督と会うんですよ。最悪のパターンだ。いやもう怒られてもね、やっぱこの人のためにってやっぱ思える。この人胴上げしたいなって。大木田中スアスリートチャンネル。さあ、上昇ホークスといえば王監督というね、大きな存在がいらっしゃいますけれども、まあ、川崎選手に以前王監督のお話さまざま伺ってきましたけども、はい、あの和美さんからはまだ僕は初めて聞いたことはなくて王監督エピソード結構ありますか、やっぱり。王監督エピソード、まあ、胸が何の話をしたか分からないけど、ベンチでも、帰りのバスでも、はい、よく切れてる。高卒に厳しいですよ会長は。和美さんとかよく僕怒られてるの見てるから、よくターゲットはよく和美さんとか、うん、でやっぱ和田さんとか怒らない、ね、大卒には優しい。でなんか松中さんだけ社会人なんだけど高卒寄りにされてる。で小久保さんには優しい。小久保さんがなんかね、そんな井口さんにも、もちろんもちろん大卒は優しい。もちろんもちろん。和美さんは高卒だから、はいはい、もちろん和美先輩は高卒でも城島先輩そういうあれかあるあるっすよ確実に。会長はそんな感じだったんか、俺気づいてなかった。僕も一応考えてたんですよ。なんで怒られるの、ジョーさんがジョーって怒られたり、あだからな、俺まあ僕もまあ若いからと思ってずっと考えてたの。小久保さん、井口さん怒られへんなこれ、なんかあるなと思ったら会長も高卒やのにな。そうだからでしょうね。だからか、うん、大卒に売れ かっこいいと思ってんじゃないですか。さては大学行ったから、俺は800本持ってるけど大学は卒業してないんだって。なんかあるのかもしれない。あるのかな、わかんないけど。いやでも聞いてみてください。どんな風に怒られるんですか、和美さんが。まあ、若い時はね、まあ、ちょっとチャラチャラしてたから。それでね、なんか ファーボール連発した後、はい、試合終わって、まあ、それがこうちょっと1点差で負けた時に行って、そのファーボール連発してすぐ交代させられた時に試合終わって、はい、マネージャーから監督が呼んでると監督室呼ばれて、うわやっぱもう怖いよね。負けてる試合で監督室呼ばれるって、もう褒められることまずない。流れ的には何を怒られるんやろっていう。でまあ、今日のピッチングと言われるんやろなと思ったら、その時にちょっとね、髪の毛をね、パーマでチクチクして。なるほど。もうそこで、おいくつの時ですか。23、4とか、はいはい、そんなしてて、したらもうピッチングのことの関係なく、あの鬼の形相で目ぐーが開いて、なんだその髪型は。そんなことしてる暇あるのか、お前は。今から切ってくるんだよ。怖い。泣いた終わり。泣いた終わりですか。泣いた。いや、で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 、終わりで。切りに行けるやん。行けんの。もうそのままチョコ、どうもチョコで行った。よし。行けるやん。速攻で行った。へー。しかもパーマ、あったばっかりだったのに。あったばっかりだったよ。特に。結構容姿も言われるんですか。いやまあそう、まあまあなんか、まあ、そのタイミングが悪かったと思う。俺は多分ね、まあ悪かったと思う。へ、まあ、ピッチャー野手の人の方が多分怒られてる回数は多分全然多いと思う。ピッチャーは少ないけど、まあ、他のピッチャーよりも俺は多かった。多いような気がする。意外ですね。そうなんですか、大エースの和美さんが一番怒られてる。一番怒られる。和美さんよく怒られるよ。怒られた。和美さん怒られた後よく聞くもん。和美がまた怒られてる。怒られた。意外ですね。それでなんかやっぱと思うんだけど、やっぱ怒りやすいんでしょうね。怒りやすい。内和田荒垣とかよりですか。なんか怒っても和美さんだったら大丈夫だと思うんでしょうね。会長も怒って大丈夫な人と、怒ったらシュンってなる人もいるじゃないですか、はいはいはい、中には。そういうのを鍵分けてるんですよ、会長なりに。なるほど、なるほど。いやだって1回、はい、俺2回か3回ぐらいもう早々と KO されて、はい、で、あーと思って、まあ、ピッチャーってベンチの一番端っこ、監督の反対側に座る、はい、KO されてこう来たら、なんか気配すると思ったら端の方から王監督が歩いてきて、うわ、やば。
なかなか来おへんやん。来ない、怖い怖い。あ、そうなんですか。監督ね、大体降りてこない、こっち側には。絶対来おへんやん。もうダメダメ、来たら。うわ、やばと思って、分かってんねんけど、もう絶対、もうギリギリまで見んとこ。そうそうそう、そう。もう視野に、周辺視野に入っちゃう。ギリギリまで見んとこと思ったら、もうこの辺まで来て。どのこのわーってそこで言われて、今からブルペンで100球投げるのかって降板してあったよね。もう俺なりにショック受けてベンチに座って怖そのまま荷物もブルペンその直前で、でもブルペンにはあの連絡それ行ってたから100球投げる、そうそう、キャッチャーも準備してるけど、でキャッチャーもいてピッチングコーチもいて、でもリリーフ試合中の球場のブルペン使う、試合中試合中まだどうなるか分からないゲーム、そうそう試合中、もう俺も交代させられてるから、はい、だから他、中継ぎの先輩たちはもう、はいはい、控えてるわけよ、はい、その中、ブルペン1個貸してもらってそこで100球、これ何のために投げてるんだろうなと思ってへぇー、でまあそのモヤモヤするやんの、はい、腹立つ、はい、若いなりに腹立つから、はい、で試合終わってもうクソマジでって思うよ、で次の日もう、まあ、ちってほんまもうなんか全然自分消化できないんで、はい、で俺そういうのはタイミング悪いよ球場入った瞬間に王監督と会うんですよ最悪のパターンなんでと思ってグラウンド出るまで会う日じゃないよ今日はって、まあ、球場行ったすぐ会って、もう挨拶せなかった、はいはい、おはようございますって言ったらどんな感じ来るかも俺分からへんけどもとりあえず挨拶だけせなかったおはようございますって言ったらおはようどうだ肩はとかいやいやいや優しい、そう何事もなかった、そう張ってるかとかってあまあちょっとはいちゃんとケアあのしてもらってまた次も頼むぞって次は汚いわそれ優しすぎるねツンデレツンデレだろ、まあ、でもその一言に救われんねなるほどなるほど頑張ろうと、いや分かる、そうそう、でも王監督はそういう人やっぱちゃんと声は常にこうかけてくれたりいつもこう気にはかけてくれてるなっていうのは常にこう感じ、うんうん、愛はあるという、そう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 、へえ、まあ、結構怒られた方なんですよね、いや僕はよく怒られましたよ本当に、何怒られたの、もうなんで俺そんなイメージないけどなもうね、本当ですか、うん、ミーティング僕何回もあのミラールームに呼ばれてそこで来いって言われてミラールームでバッとドックバッとこうやってこうやってでここを振れダボハゼみたいに何でも振り上がってそんなこと言うんですか、なんでだろうって言うけどこっちを振りながらはいって言うけどそんなできないよまだ鹿児島から出てきたばっかりなんだもんでもやっぱ若いなりにその後打ちに行ってもうくっそーと思うわけですよ、で次の日もやっぱスタメンで使ってくれるからだからよしっつってやっぱなるんですよね、だからそれがをできるタイプ、うんうんうん、で松坂さんもよく怒られてたの、はい、松坂さんも怒られて松坂さんもよく怒られてたの、へえ。松坂って言う松坂もっとだってそれを僕でああ松坂さん怒られてると思ったら次の日僕だったりとかだからお互いなんか励ま隣ちょうどこうミーティングで集まってこうみんなって松坂さんと言って僕なんでどっちが残されるのかってでも松坂さんが三冠を取った時はもうほぼほぼ僕ばっかりですね松坂さんめちゃ打つからもう誰松坂さんはもうね頑張ってはいっつってでもやっぱ愛を感じですねだからそういうふうにこうもう気分もう一回よしやったろうと、うん、もうなんとかしてやろうとこんな言われててなるほど、いやもう怒られてもねやっぱこの人のためにってやっぱ思える、この人胴上げしたいなって、へえ、うん、やっぱ思わせてくれる監督、うん、分かってやってらっしゃるんですかね、どうなんやろ、天性なんですかね、いやまあでもあの目配り気配りはすごくあのされてるんですか、うん、されてる、へ、うん、感じはする、もうこれ完全ね、王さん怒られたエピソードの完全、王さんはよく切れるっていうタイトルになっちゃうからちょっと考えたね王さんよく切れるタイトルどうしよう、まあ、一番熱い人って熱い、ね、そうそうそう、はい、切れるっていうかやっぱもう試合中も結構ねもうかっかすごい、いやそうですね、うん、まあでも大差で勝ってる時は、はい、もうニッコニコやからじゃあ元ピッチャーやからさこうベンチでシャドウが入ってそしたら、はい、大体シャドウで質問するバーンってこういうシャドウや、はい、もうシャドウの時は絶対カーブなもうこの親指絶対弾いてる
絶対弾いてる、うん、コーチと喋りながら、ね、好きだろ、こう入れる、すごいよく見てらっしゃいますね、さすが今日は綺麗な、いやなんでカーブなんやろシャドウ、カーブのシャドウする人って俺もう王会長が見たことないもん試合中に、いや面白い、わかりました、ありがとうございました。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる、世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。バリューネットワークは株式会社ジャパンクリエイトグループの一員として、テナント事業という専門分野を通し社会から広く認知される企業となるべく日々努力を続けています。私たちのメインの事業は精肉店のテナントの事業なんですけれども、私の所属する店舗ウェブでは全国にも出店しているテナントへさまざまなサポートを行います。精肉店の新規出店の場合は、私たちが提案しているアウトパックシステムというものをお勧めしています。お肉を切ったり加工したりしている拠点から出店しているテナントへお肉を配送するというもので、精肉部門を丸ごとアウトソースできるというものになっています。出店しているテナント数で言いますと、全国のスーパーやドラッグストアなどに約800店舗、配送元となる拠点は約70拠点で、西日本ではトップのシェアを誇っています。やはりその継続して売り上げを向上させるために、各テナントの店舗の担当のスタッフの方と密に連携を取りながら、状況を常に把握してサービスの見直しなどを随時行っていってます。全国各地を飛び回るので、まあそこでいろんな人と出会いますし、いろんなものを見たり経験したり、もちろん失敗することもあるんで、でもそれが日常の仕事や日々の中で思わぬところで活かせたりとかして、私自身の成長を実感できるというのがやっぱり楽しいところではあります。バリューネットワークは体や健康に直結する事業を通して、今後も地域経済の発展に貢献していきます。